大相撲の幕内、北西方、22イコール宮城野部屋、が複数の兄弟弟子に暴行を働いていたことが21日、関係者への取材で分かった。日本相撲協会は23日に臨時理事会を開き、処分を決める。写真、ハワリンバヤル。 で行われたモンゴルズモー大会の参加者らと笑顔で記念撮影に収まる北西鵬ら今年に入って暴行を受けた力士の関係者が相撲協会に訴えたことで、事態をも組みたコンプライアンス委員会が調査を開始。初場所中に北西鵬や師匠の宮城の親方、元横綱、白鵬、らの聴取を複数回行った。場所後も聞き取り調査は継続され、この日、東京、 両国国技館で行われた会合では臨時理事会へ報告する処分や経過などをまとめたとみられる。北西法に対しては出場停止などの重い処分は必至。師匠も監督責任を問われ降格処分となる可能性が高い。現役最長身2メートル4の北西法はスケールの大きな相撲で将来を職望されている。東前頭8枚目だった初場所は右膝半月板損傷。 の診断書を提出し、6日目から途中休場した。ただし聴取が始まった後の休場だけに、コンプライアンス委員会も因果関係を聞いているとみられる。この日、同委員会の会合に呼び出された北西法は、素直に反省している、とだけ話し、足早にタクシーに乗り込んだ。北西法を治む、北西法、治む、本名イコールアリューナーダワー忍者。2001年、 平成13、11月12日生まれ、北海道札幌市出身の22歳。モンゴルで生まれ、5歳の頃に来日。札幌相撲スポーツ少年団で小1から相撲を始め、鳥取西中へ相撲留学。鳥取城北高3年時に全国高校金沢大会準優勝。宮城野部屋に入門し、20年春場所で初土俵。 同年名古屋場所で女の口優勝。翌週場所で女二段優勝。翌11月場所で三段目優勝。デビューから21連勝は高卒では史上1位の記録。21年名古屋場所で幕下優勝。同年秋場所で新十両。その後、右膝の怪我で幕下陥落を経て22年名古屋場所で最十両。23年春場所で新入幕。 通算成績134勝72敗44球。幕内成績41勝40敗9級。幕内在位6場所。身長は現役最長身の2メートル4。体重は182キロ。